宇都宮美術館は、栃木県宇都宮市長岡町にある美術館である。宇都宮市の市政100周年を記念して1997年3月23日に開館した。地域と美術、生活と美術、環境と美術をテーマにした、近現代美術やポスター、デザイン画などを中心に国内外の作品を収蔵。また、宇都宮市に、 ゆかりの美術作品を収集、公開しており、指定管理者として、公益財団法人宇都宮文化創造財団が管理運営している。建物は宇都宮市郊外の26ヘクタールの広さを持つ、宇都宮文化の森公園内にあり、付近の自然と景観に配慮した低層構成となっている。3つの展示室を持ち、それぞれガラス壁をメインとしたホールと廊下でつながれている。 設計は、岡田新一設計事務所。美術館の敷地面積は二十六万三千四百二十四平方メートル。建築面積は五千三十六平方メートル。開館時間は九時三十分十七時。休館日は毎週月曜日、年末年始、特別整理期間等。入館料は常設券の場合一般は三百十円。大校生は二百十円。中学生以下は百円。 宇都宮市内の小・中、高校生は無料。この他収蔵作品数は6,500点以上である。ただし、以上の収蔵品は展示会などで見られない場合があるので電話などで確認を取った方が良い。メスキータ店、ありがとうございます。